ギュスターブ・ギュメは、フランスの画家である。アルジェリアの風景や人々を描いた、オリエンタリズムの画家の一人である。オードセーヌ県のペウトーで生まれた。パリのエコールデ・ボザールで、フランソワイズ・アール・ピコや、ルイエルネスト・バリアスにはなんだ。1861年から1880年まで、サロンド・パリに出展した。1861年のローマ賞に応募して、2位に終わった。 その後、地中海を渡って、アルジェリアに渡った。この旅では、マラリアにかかって、アルジェリアのビスクラの軍の病院で3ヶ月、暮らさなければならなかったが、アルジェリアを気に入り、その後1860年代20度も旅した。砂漠や砂漠に住む人々を描いた。代表作とされる、サハラが砂漠に横たわるラクダの骸骨を描き、 地平線に小さくキャラバンを描いた作品で、1868年のサロンで高い評価を受けた。砂漠地帯で生きる厳しさを表現した作品も多い。1879年から、フランスの機関誌、ラヌーベル・レビューがアルジェリアの風景を掲載し、後に書籍、タブローズ・アルジェリアンズとして出版され、ギヨメの作品の版画や、 ギ嫁メの素描を元にした挿絵が掲載された。没後の1888年に出版され、作家のウジエヌ・ムートンによってギ嫁メの少年が添えられた。1878年にレジオンドヌール勲章を受勲した。同名の息子は有名な言語学者になった。ありがとうございます。